チャプター14、黒塗り。おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も人狼ゲーム8つ目の滞在実況プレイ始めていきたいと思います。前回から引き続き撮っております。前回はね、なんとびっくり、前島さんとハガさんがなんか知り合いだったっていうことが最後に判明しました。共犯者って言ったんですけど、その共犯者っていうのが何の共犯者なのか多分今回で明かされるんじゃないでしょうか。ということで早速やっていきましょう。黒塗りってどういうことだろうね、チャプターの名前ね。お、もう一回タップしないと進まないかな。前島さんと芳賀さんが共犯者？ああ、なるほど。そう、前島と羽賀はここに集められる前からの顔見知りだ。もちろん僕も知っている。本人たちは隠す体だったようだが、ここで仲間割れか。どの事件？ん？さっき正義の味方が紹介した7つの事件、あれのどの事件の犯人たちなの？ひななが聞く。思考が早いな。あ、どういう事件があったっけ？あれだよ。未成年が行方不明になっているってやつ。あ、なんだ？ほう。君たちは未成年に何をしたんだ？もう言うぞ、安高。え、どういうこと？未成年犯罪者が出所した時に拉致してゲームをさせるんだよ。ほう、え、ん、どういうこと？ゲーム？例えば暴行罪で捕まったやつは被害者と同じ体の傷を負わせたり、いじめで相手を自殺に追い込んだやつは自殺するまで同じ苦痛を味わわせたり。全部安高が考えたもんだぜ。本当の公正とはこういうことだって。え？何それ？おいおい、ガチか？嘘。ここにいるのは滞在人ばかり。正義の味方の言葉は本当のようだな。だから俺は初めお前が正義の味方かと思ってたんだけど、お前参加させられてるし本当に違うんだな。今回だってって、いや俺は違うぞ。俺はただ安高に指示されてただけなんだ。羽賀ははっと気づいたように否定した。ほう、なんで己が前島の言う通りにする義理があったんじゃい？それは羽賀亮也、こいつも負けず劣らない滞在人だからだ。切り返した前島に羽賀は黙る。なあ羽賀。やめてくれよ。俺が何してたかは今言わなくていいだろ。羽賀は下もバババベイ。羽賀が下を向き大声を出す。クククだよな。なんだ、そんな変なことしてたの？今話されると分が悪いよな。俺は確かに未成年犯罪者の更生するゲームを主催している。中には殺した者もいる。だがそれがどうした？今さら何を驚いてる？犯罪者を軽蔑することで一般人気取りか？お前ら俺が知らないとでも思ってるのか？前島はつくもに指を指す。つくも、実の母を殺し絶望と狂気を味わった感想はどうだ？それはそれは気が触れるほどのものだったんだろう。
つくもは目を見開き驚いている。つくもだけじゃない、織田、死ぬのが怖いんだろう。お前は償いもせずあの世で再会してしまうことを恐れているんじゃないのか。な、織田は言い返さずうつむく。山井、お前はまた何もしないのか。いつも自分だけは蚊帳の外に逃げる。お前みたいな奴にこそ更生が必要なんだ。山井は耳を塞ぐ。桃山、悲劇のヒロイン気取りはやめて現実をしっかり認めろ。お前の親友はお前を。いや、やめて、思い出したくない。耳を塞ぎ首を振る。長い黒髪が暴れる。おい、いい加減にしろよ。今言ったメンバーだけじゃない。さっき処刑されたお嬢様気取りのキリュウは学生時代に同級生をいじめて自殺に追い込んでいる。人狼に殺された舞台俳優の斎藤だって巷じゃ有名な炎行の斡旋屋だ。お前ら人を見た目で判断してんじゃないだろうな。今さら的をぶるな。虫巣が走る。前島のその冷たい眼光に身震いする。全員目線を下げ黙る。誰も反論すらできない。そう思いかけた時だった。待てよ、私は？みんなの罪とかよく知らないけど私本当にただの一般人だよ。牧村が反論したのは、お前もここに拉致されたってことはなんか犯罪者なのだろう。違うよ、本当に心当たりないもん。私が聞きたいよ。牧村芽衣子か。確かにお前だけは俺の探偵としての情報網の中でも全く聞いたことない名前だ。ただ正義の味方がお前も選んだのは理由があるはずだと考えている。そんな、なんで私が。もうやだ、帰りたいよ。誰なの人狼。頬に涙が伝っている。少し感情的になり悲しくなったか。頭の悪い女がやりそうなことだ。牧村芽衣子、こいつを参加させたのもちゃんと理由がある。ほう、そこはまだ話してもらえないんだ。なるほどね。とにかく今日は羽賀に投票だ。うまくいけばこれで終わるんだぞ。うまくいかなかったらどうするんですかね。誰も返事をしない。おい、貴様ら聞いているのか。あ、ちょっとカクカクし始めた。嘘つき、ボソッと言った。あ？自分が悪者にされそうになったらみんなだって悪者だと言うんだ。何が言いたい。どうして何とも思わないの。何を言っている。ひななが右の死体を刺した。斎藤さんを殺した。人を殺してなんでそこまで冷静に話せるの。貴様。その時意外な人物が口を開いた。意外ってことは山井ちゃんとかかな。あ、やった。あの、いいですか。山井さより、ここまで一度も議論に参加しなかった引きこもり女。おお、びっくりした。急に。なんだ。お、どうかしたかい。ちょっと伝えたいことが。伝えたいこと？あ、なんか不思議そうな顔してたってこと？
このタイミングでか。山井は椅子の上で膝を抱き、申し訳なさそうに伝えた。私、村人じゃないんです。役職を待ってます。2日目、昼のターン。あら、2日目昼のターン、残り7人。はい、ご視聴ありがとうございました。山井ちゃんは、じゃあ、でも騎士がカミングアウトしたらおかしいんだよ。霊能者ってこと？本物の霊能者。おや？役職を持ってる？でも騎士？騎士？あれ？でも騎士か霊能者のどっちかは生きてるはずなんだよね。どっちかのはずですね。もう誰もが知ってる当たり前のことを言ってしまった。もう続きが気になるところですけれども、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。では、もうすぐまた次も撮りたいかなと思います。では次回に続きます。おつぴよでーす。